人を殺したのか。ああ。何人くらいだ。10人くらいか。何人かなんて覚えちゃいない。たくさん殺した。5つか6つくらいの頃から戦場にいた。デンマーク軍のイングランド攻めにも加わったよ。俺は戦士だった。アシラットは俺の父親を殺した男だ。強くて残酷な男だ。アシラットを追って俺は戦場へ出たんだ。父親の仇を討つために。奴が憎かった。仇は討ったのか。アシラットは腐ったれ。俺じゃない男に殺された。立て、今すぐ俺と決闘しろ。目の前でもうお前の仇討ちは終わったんだよ。死んだ人間を憎んだって始まらないぜ。憎んではいないさ。憎しみがなくなったら俺空っぽだ。憎しみだけで生き抜いてきた。戦場以外に何も知らない。これから先俺は死んだから、その先どう生きるつもりだ。空っぽなら何でも入るじゃろ。生まれ変わるつもりがあるなら、むしろ空っぽの方がいい。生まれ変われるでしょうか。血の匂いがする。誰が殺した。その剣で戦から戦へ、村を襲い、たくさん殺した。お前が殺した人間だぜ。お前の家族を殺した奴ら、そいつらと俺は同じだ。あなたたちを殺したのか、思い出せない。傷つけてよやる。どこにもいない。トルミエ、登れ。お前が殺したそいつらを連れて本当の戦いを戦え。ない人たちを、何の恨みもない人たちを、なのに今日また人を殴った。もうこれっきりだ。俺はもう二度と人を傷つけない。もう今日で暴力と決別するんだ。向こうには向こうの大義名分があるだろうね。する、ドルフィン。あと68発、とっとと片付けろ。俺は暇じゃねえんだ。人を待たせてんだよ。お前らはその目で何を見てる。なあドルフィンよ、お前はどう思う。本当の戦士ってなんだ。冗談じゃねえ、丸腰相手に。本当の戦士には剣などいらぬ。だがなぜ殴り返さないのだ。俺たちは今日会ったばかりだ。あんた方は俺の敵じゃない。誰にも敵などいないんだ。俺に敵なんかいない。遥か西、海の向こうに。そこは暖かく豊かで、奴隷商人も戦の炎も届かない。遠い地、きっとあなたも苦しまずに生きていける。どうだ、いつか俺たちと一緒にその地で暮らさないか。俺たちと一緒にそこへ行こう。そんな国を作ろう。フィンランドという名のフィンランドに平和な国を作ろう。